はい、今日はですね、ベンゾジアゼピンの、原薬、弾薬に関することについて書かれた本の紹介をしたいと思います。向精神薬、特にベンゾ系のための原薬、弾薬サポートノートというね、島田和子さんという方が書かれた本です。こういう本です。僕これ Amazon で買ったんですけど、これ2017年12月1日、去年の12月1日に発行されてて、僕は9日に買ってますね。出てもうすぐに買ってますね。で、この、島田和子さんという方はブログをやっておられて、ここにも書いてるんですけども、ブログ精神医療の真実を解説して7年、そのご縁でつながった多くの当事者の原薬弾薬体験談から本書は生まれました。ブログをやっておられて、僕もまあちょっとちょろっと見たことはあるんですけど、まああんまりね、深くは読まなかったですけど、まあその、向精神薬とかベンゾ系の薬の原薬弾薬に関するブログをやっておられるんですね。で、まあ、ご本人さんはフリーライターで、で、まあ、そこのブログに、で、原薬弾薬の体験者の、まあ、当事者の方からいろんな情報を集めて、まあ、それを、まあ、まとめたのがこの本ということみたいです。で、本書執筆にあたって募集した離脱症状緩和に関する知恵も満載。孤立しがちな原薬当事者が少しでも安心して原薬弾薬に立ち向かえるよう本書が役立つことを願っていますとなってます。これはですね、割と僕画期的な本やと思うんですよ。僕も今までですね、原薬とか弾薬に関する本は、まあ、ネットだけの情報やとちょっとね、やっぱり頼りないなという部分もあるので、まあ本になってたら、まあその情報としては信頼度っていうのかな、それはかなり上がるかなと思って、原薬とか弾薬に書かれについて書かれた本も読んだんですけど、まあ、大体が医者の先生が医者の立場から書かれた本が多いんですよね。なのでちょっとね、ちょっと参考にはならへんなって思う本も結構多かったんですけど、まあ、この本はその原薬とか弾薬やってる、まあ、その精神科とか心療内科の患者さんから集めた情報をまとめた本なので、そういうね、実際の当事者から上がってきた情報を集めた本という意味では、まあこれ日本で初めてなん違うかなというぐらいの内容なので、まあ、そういう意味では評価できると思います。ただですね、僕がこの本の中でちょっとおすすめできない部分もあるんですよ。まあ、それは原薬方法と原薬ペースについても、まあ、書かれてるんですけども、原薬方法も、何種類かこう例を出して書かれてるんですけど、その中で、まあ、僕個人としてはちょっとこの原薬方法どうかなという原薬方法も載ってますし、で原薬ペースに関しては、ちょっとこの原薬ペースだったらちょっと早いんちゃうかなって僕自身個人的にね思う原薬ペースも書かれているので、そこはねちょっとそこ一番大事なとこなんやと僕は思うんですけど、そこがねちょっとというところがあるので、まあ、そういうところもあると思って読んでください。まあ、僕の動画もそうですし、まあ、ネット上のねこういうブログ、お医者さんがやってるブログもありますし、まあ、実際の患者さん原薬されてる患者さんがやってるようなブログもありますし、で、まあ、こういうね書籍なんかもありますけど、まあ、全ての情報は信じきるんではなくて、まあそうですね、お医者さんの言うこともですね、実際クリニックに行って自分が診てもらっているお医者さんが言うことについてもそうなんですけど、
常にね、ちょっと斜めに構えてみるというか、ちょっと半歩下がって聞くというか、そういう、まあこういうふうなことを言うてはるけど、こういうふうなことが書いてるけども、ほんまかなって、ちょっと自分で考える部分っていうのは、常にね、残しておいてほしいなって思います。やっぱり原薬とか弾薬進めていく上で、常にね、どっち行ったらいいんかなっていう、こう分かれ道みたいなのがあって、そこでね、どうしようかっていう判断を迫られる部分っていうのは、シチュエーションっていうのは、こう、いっぱい出てくるんですよ。その時に、やっぱり、そういう状態になった時は、やっぱり自分の、責任で、自分の判断で、これを選択しようっていうふうに決める必要があるんですよ。もうやっぱりもう自分の体のことですからね、人がどうこう言って、人ね、周りの人間とか、お医者さんも含めてね、医者が言ってるからって言ってこっち行って、それで失敗してしんどい思いするのは自分なので、そういうために、そういうことにならないためには、やっぱり自分で考えて自分で判断する必要というのは絶対あると思うんですよ。だから、お医者さんの言うこともそうやし、僕の動画もそうやし、こういう本もそうやし、全てはね、判断材料の一つとして考えておいた方がいいと思います。で、これはですね、向精神薬、特に便属炎のための原薬弾薬サポートノートってなってるんですけども、特にね、便属炎に特化してるっていうところがね、かなりそういう本はなかなか僕も読んだことなかったですかね。この便属炎っていうのはもうほとんどね、薬害みたいなものなんですよ。よくテレビとかでそのなんとかかんとか薬害訴訟とかあるじゃないですか。被害者の方がバーって集まって、その弁護士さんがまとめて国とか製薬会社を相手取ってその訴訟するような薬害訴訟があると思うんですけど、もうそういうことになってもおかしくないぐらいのね、ちょっとおかしな薬なんで、で実際にね、何人か集まって弁護士さんについて訴訟を起こされたっていう例もあります。でその結果どうなったかっていうのは僕もちょっとわからないんですけど、あんまりそのなんていうのかな、表沙汰になってないことを思うと、あんまりうまくその訴訟はいってないのかなと思いますけども、いつかですね、わからないですけど、そういう薬害訴訟に発展するかもしれないです。それぐらいちょっとね、なんていうのかな、薬が効かなかったらプラスマイナスゼロじゃないですか。それやったらまだマシなんですけど、薬を飲んだばかりに体調がおかしくなったり、何年もの間離脱症状で苦しむことになったりっていうことが起こるのがこの便属なんですよね。便属系の薬なんですよ。で心療内科の先生もね、あんまりわからないことが多いので、そのこの便属系の薬をね、ずっと長年飲んでると常用量離脱っていうのが起こるんですけども、そのただ飲んでるだけでね、長年飲んでるとなんていうのかな、依存症になって、そして離脱症状が出てくるんです。ただ飲んでるだけで、でそれで調子悪いっていうと、またそのもともとのその調子悪いのが薬のせいで調子が悪いのに、それはもともとのなんていうのかな、パニック障害とかうつ障害とかうつ病とか、双極性障害とかの症状が出たからやっていうことをいうふうに捉えられて、また別の薬を飲まされる。そしてまた体調が悪くなる。でまた体調が悪くなったら、それに対してまた薬を追加していくって、どん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 その薬の種類と量がね、多くなっていくっていうのがね、もうパターン、そういうパターンがすごく多いんですよ。だからその精神科とか心療内科行っててすごい種類の、ね、薬を飲んでる方っていうのは多いと思うんです。5種類とか6種類とか飲んでる方はザラにいてると思うんですけど、そんなにね、ほんまはそんなにたくさんの薬、僕今4種類ですけど、そんなにたくさんの薬はほんまいらないんですよ。だけど、
そのいらないからって言ってじゃあすぐに抜けるのかって言ったら抜けないのがその精神、一回飲んでしまうとね、なかなかそんなバーンと一気には抜けないのが精神科の薬なんですね。だからすごく厄介な問題なんですよ。でそのまあベンゾジアゼピンについてよく勉強して、でゆっくり抜いていくこと、ゆっくり抜いていくということはね、この本のメインにもなっているので、その部分に関しては僕も賛成です。ただね、そのゆっくり抜いていかなあかんって書かれているにもかかわらず、そのねゆっくりの内容が、まあ、僕個人としてはちょっと早いんちゃうかなっていう部分もあるので、ちょっとですね、そのなんていうのかな、ベンゾジアゼピンのことをまあ何も知らなくて、薬のことをまああんまり今まで調べたことがなくて、まあ、これからちょっとベンゾジアゼピンのことを勉強してみたいなとか、これから原薬弾薬したいねんけど何から手をつけていいかわからないっていう方が、そのベンゾジアゼピンとかその心療内科でもらう薬についてね、ざっくりその全体像を知るためにはまあいい本だと思います。ただね、実際にその原薬弾薬するときの方法とかペースについてはちょっと自分でもっと他の情報も集めてもらった方がいいと思います。はい、まあ、その点についてはですね、また後日また動画を撮るかもしれないですけどね、内容についてですね、まあ、今日はこういう本がありますっていう、まあ、ご紹介動画っていうことで撮りました。そしたらまた、今日はそういうことで、終わりたいと思います。